こんばんは、プリティです。ちょっとね、注目されてる記事とかも扱っていこうかなと思って、芸能系なんですけど、よろしくお願いいたします。芸能コムドットヒューが登録者数400万人切りで新居トロ、世の中から大きい攻撃を受けたことには必ず意味が、あのチャンネル登録者数400万人もいるんですよ、 YouTuber で。おばちゃんね、コレコレ放送よく見てるから、でなおかつこのコムドットよく知らないのね。だからコレコレ放送見てると悪いイメージしかないね無法者ってイメージがあるんだけども、でよくわからないんだけど、今回ちょっといろいろ登録者数が減って、その件でね、まあ、こういう声明出してるのよ。ファンのみんなへ、コムドットのチャンネル登録者数が400万人を切ってしまいました。コムドットは400万人切ることがあっても大丈夫だから心配しないで、という強い言葉で乗り切ろうとすると思います。でもファンのみんなと同じで何も気にしていないわけではないです。少しずつ減っていくチャンネル登録者数を見て、あと少しで400万人切ってしまうと思った時にすごく寂しい気持ちになりました。去年みんなで力を合わせて年内の目標を達成したチャンネル登録者数400万人という数字は、僕たちにとってもみんなにとっても思い出の数字で、達成したあの瞬間も達成するまでにもがいてボロボロになった時も、それでも楽しいからみんなが応援してくれてるからという気持ちで死ぬ気で戦ったあの日々も全て大切な思い出です。全てコムドットとみんなの思い出なんです。だから僕は400万人を切った今の気持ちとして、焦りとか心配ではなく、思い出に傷がついたようで悔しくて寂しい気持ちになりました。ああそうだった、あの400万人達成って、コムドットの記録じゃなくて、コムドットとファンのみんなの記録で、今のチャンネル登録者って、コムドットだけの数字じゃないんだって心の底から思いました。僕たちのチャンネルが上に上がるときは、喜んでくれて、何か炎上したり勢いが落ちると心配してくれるのが、ファンのみんなです。そんな優しすぎるけど、僕たちのように強気な気持ちも持っている一心同体のみんなに心配をかけすぎてしまいました。昔から応援してくれているファンのみんな、最近好きになってくれたファンのみんな、肩身が狭くなってしまう状況にしてしまい申し訳ないです。この400万人という思い出に傷をつけてしまったことをいいことだとは思わないけど、このタイミングでコムドットが世の中から大きい攻撃を受けたことには必ず意味があって、これからコムドットとファンのみんなで取りに行く日本の頂までの道のりで越えなければならない壁だったんだなと思います。完璧じゃないし、世間に嫌われてしまう部分もあるけど、自分たちに嘘をつかずに、いつも本気で楽しそうにしていて、仕事に命をかけて全力で取り組んでいるまっすぐなコムドットというチームが僕は大好きです。迷惑をかけたり心配させたりすることもあるかもしれない、本物じゃない自分たちを見せて活動していればしなかった炎上も減らなかったチャンネル登録者もあるかもしれません。だけど僕は日本を取るチームにはこのまっすぐな気持ちが必要だと思ってます。僕は本質的にコムドットは今も最高の状態を維持し続けてる日本を取るに値するチームだと心の底から思っています。心配しないで、何も問題ないから、数字じゃないじゃんなんて言って安心できるのは僕たちだけです。もう心配いらないね、これならコムドットは問題ないねという気持ちに絶対またすぐになってもらえるように頑張るので、今までもそうなった先の未来もずっとずっと日本一の応援をよろしくお願いします。ファンのみんなはすでに日本一だと思います。俺らがまた突き放された形になっちゃったので、早く追いついて近い将来必ずお互いに日本一の状態で最高の景色を見ましょう。数字は400万人台から300万人台に変わったかもしれないけど、そんな僕が大好きなコムドットというチームは受け止めるべき部分は受け止めて大切にしてる。変わらない部分は変えずに、今日も全力で楽しんでまっすぐ仕事をしています。みんなのおかげでコムドットは何一つ死んじゃいないです。本当に心から感謝しています。本当にありがとう。これからも死ぬほど頑張ります。コムドットヒューガ。で、世の中から大きい攻撃を受けたことには必ず意味があって、おばちゃんコレコレ放送見てて、平成フラミンゴと揉めたんですよ。で、コムドットがもうめちゃくちゃ悪いんですよ。で、そのことを言ってるんじゃなくて、おばちゃんさ、今回こんなに減少しちゃったり、あと、いろいろ、もう批判が殺到してるのにも関わらず、こういうコメント出てあったじゃない。で、コムドットをね、批判するとかそういうんじゃなくて、事務所がなんで、なんていうのこれ、動画とかさ、撮るとき、あ、ちょっとそれは言わない方がいいんじゃないとかっていう、
そういうなんかストッパーがいないのかしら。なんていうのかな、芸能ってさ、やっぱりちょっと変わってる人が売れるのよ。いろいろさ、なんか突拍子もないことしちゃったりとか、でそういうのも魅力になっていくわけですよ。で今回ちょっとやらかしすぎちゃったから叩かれるのはしょうがないと思うんだけど、もう反省してる、そういうさ姿を見せて、だっておばちゃんのさ、会社の例えば8時さ開始なのに、その子なんかね、たまたまおばちゃんの上司がその現場行ったらさ9時に行ってもいないのよ。どこいるんだと思って電話かけたら、あ、働いてますよって言うんだって。いや、俺今現場にいるんだけど、お前何やってんだよっつって。そしたら、ちょっと電車、ちょっと混んでまして。お前今働いてるって言ったら、今度は電車が混んでるって話変わんのかって。で、その時すごい反省したのよ、その子。でもその後、2、3回やらかしたのね、同じようなこと。で、会社呼び出して、お前どういうことだよっつったら、いやもう本当に反省してます。家の、ちょっと今母親が倒れてしまって大変で、つって。いや本当にすいません、つって。だから、ポケット、おばちゃん横で見てたんだけど、ポケットからいきなりガム出して、噛み出したのよ。え、何やってんのこいつと思って。今すっげえ怒られてんの。え、何やってんのって。あのね、なんて言ったらいいのかな、その子はバンドやってたんだけど、初めてちょっとバイトを始めた男の子なのよ。で顔はイケてて、まあ、ちょっとまあバンド名は言わないでおこう。だからインディーズでそんなまだ売れてないけどね。うん。でもそういう突拍子もないことってまあ普通に生活してる人もするじゃん。でそういうの事務所がなんで止めないのかなっていうのはすごく不思議でならないんだけど。だって自分のなんて所属してるタレントでしょ。これなんで止め不思議でならないんだけど。で動画とか撮る時にもちょっとそれはちょっと控えた方がいいんじゃないって、反省してる素振りだけでもっても、反省しても叩かれんのよ。反省しまくってなおかつ姿も反省してるっていうのをみんなに見せないと、もう炎上しまくるだけだからね。事務所がもうこれ一番なんで黙って、そのまま垂れ流させてんのかなと思って。こんなこと言ったらまたみんな怒っちゃうじゃん。ねえ。マネージメントが機能してないような気がするんだけど。おばちゃんはそれすごく感じました。あれ、誰だっけ千原ジュニアが可愛がってるさ、後輩いるじゃん。その子たちとなんか変な旅行行った時に、その後輩の男の子が、レンタカーで、その車なんかね、なんかガソリンが入れないでくださいって書いてあったのに、なんか軽油入れちゃって、廃車なんかしちゃったのよ。だってもうガソリン車に軽油入れたらもう廃車になるでしょ。動かなくなっちゃう。それで、もうほんとすいませんって頭下げまくって、で、また新しくレンタカーをね、なんかレンタルしたのよ。して、そのレンタカーをぶつけてまた廃車しちゃったで、ジャラジュニアがお前考えられんぞ。1日に2台って。さあ、その子はね、本当にすいません。もう、誠に、ジュニアさんも本当に申し訳ありませんでした。つって頭下げながら、テーブルの、ところ、まあ、みんな食事してる時だったんだけど、お皿に乗ってる食べ物食べたんだって。本当にすいませんつって、頭下げながら、食べ物食べたって。それ怒るよね。いい加減にしろって。そういうことよ。人ってね、なんか、トンチンカンのことしちゃうときあるのよ。特に、今まで社会に出てなくても、もうスター路線ずっと階段上がってる人たちなんかも、わからないじゃない。だから、とんでもないことしちゃうんだけど、ちょっと事務所のこのマネージメントの低さは、今回のそうで一番悪かったんじゃないのかなって感じる。それ以外のことよくわからないけど、もうおばちゃんコロコロ放送しか見てないから、極悪人だと思ってんのよ。今度と思うと。ごめんなさいね。で、なんかいろいろ見てたらさ、顔ブサイクとかって。なんでこれが、なんか顔が良くてみんな登録してんだって言うけど、おばちゃんもね、画像見たら最初そう思ったんだけど、動画見たら、可愛らしい子たちばっかりじゃん。顔可愛いじゃん。売れるのはわかる気がするんだけども、ちょっとね、ちょっと事務所はね、ストッパー入らないと止まらないんじゃないかなと思います。そういえばドイツでシスタ導入論がね、出てるという、熱波で医師が提案してんだって。で熱波が警戒されるドイツで、朝食時、
南ヨーロッパの習慣シエスタの導入を求めてる、まあ、外で働いた人とかもそういうのやってほしいわっていう声が上がってんだって。で、熱中症などの危険を回避できるとして、まあ、医療界から一石が投じられ、政府内には悪い提案ではないっていう、まあ、これが取り入れられる方向へ進むんじゃないかなっていう話なのよ。で、ドイツは去年8000人以上が高温の影響で死亡したと、まあ、推計されるんだ。8000人。で、こうしたことから、公衆衛生医師連盟のヨハネ・ニーセン会長は、今月暑い時は南の国に、まあ、学んで、早起きして生産的に働き、昼間はシエスタという方式を採用したらどうだろうかって提案してんだって。で、経済誌は非現実的だとの反発の声。だから、あの、熱中症で倒れようが死のうがいいから働けやって言ってんのよ。あの、メディアってどこの国もクソなの。でさ、こんなこと書いたらさ、死ぬって人とかさ、は？死ねって言うのかよって。みんな解約するでしょ？いや、新聞紙どこの国もクソなのね。これじゃあ、どこのもみんな解約するっていうのはわかる気がするわ。おばちゃんの会社もね、シエスタ導入してんのよ。だっておばちゃん働いてる時に、あ、あそこの喫茶店美味しそうななんかパンケーキあるからちょっと食べてみたいって言ってよく入ってるの。あ、あそこの喫茶店、コーヒーゼリー美味しそうじゃんって。いや、社長違うんですって。サボってるんじゃないんですよ。暑くてたまらないんだよね。社長、ちょっと、聞いてよ、社長。うちの会社の社長ね。ほんと暑くてたまらないの。サボってんじゃないの？体を冷やしてる間も、次の現場どういう風に仕事したらいい、まあ、作業をこういう風にした方が効率いいかなっていう。もう仕事のことしか考えてません。仕事のこととコーヒーゼリーと、あとアイスコーヒーパンケーキです。それしか考えてないよ、おばちゃん。前にこの時は寿司食堂でさ、マダラメニューって紹介したでしょ。よくさ、AP で売ってる AMPM ね。フィッシュ&チップスのフィッシュあるじゃん。あの、めっちゃうまくした感じ。こちら、あの、AP のフィッシュ&チップスも好きだけど。それでも美味しいって言ったらたまんないじゃん。で、ここね、レバーフライっていうのもあるんだよ。まあ、月島とレバーフライの発祥の地なの。で、いろんなお店行っても、あと飲み屋さんとかにもレバーフライってあるんだけど。おばちゃんいろいろ食べてきたけど。で、江東区だから近いじゃん。このレバーフライ多分一番美味しいと思う。ね、レバーのね、臭みがちょっと軽減して、なんか下処理いっぱいしてると思う。こんだけ臭みがあまり感じられないって。で、レバーの味わいがすごくする。で、揚げ具合が絶妙。レバってる。これはレバってるよ。やっぱレバー好きじゃん。たまらんわ。なんだろう、レバーのステーキみたいな味わい。臭みをね、軽減してるからこそ、こんなになんていうの、食べやすくて。なおかつ、レバーの味わいが濃い。レバってる。このニュースすごいのよ。北海道大と塩野義製薬はね、高病原性鳥インフルエンザから希少な鳥を守ろうと、同社が人用に製造 していた高インフルエンザ薬、チョフルーザを使った治療法の開発に乗り出したんだって。だから鳥インフルは絶滅危惧種の野鳥や動物園にも感染が拡大してて、あとみんなが食べるおとりちゃんとかも。適切な鳥類量を調べて治療法を確立し、動物園や保護施設への普及を目指してんだって。鳥インフルエンザは去年の秋から今の春に、今年のね、春で日本で感染が判明した養鶏場の鳥など、1771万羽が殺処分され、で、感染は保護対象の希少な野鳥にも広がったと。で、環境省によると、鹿児島県では約1500羽のナベズリやマナズリが死んだり衰弱したとしている、まあそういう状況が確認され、北海道では、ウチロワシの死骸からウイルスが検出された。いずれも国が選定した絶滅危惧種だ。
あ、そういうのにも対応しようとしてんのね。これぜひ頑張ってほしいわね。だって今、代替肉とかコオロギとかな、そういうの普及させるとしてさ、まさか4トン上とか、養鶏場の鳥とか豚ちゃんとかバタバタと死んでるじゃん。なぜか不思議なのよ。で、ねえ、肉ばっか食べないでみんななんかね、ママちゃん何も言ってないわよ。いや、何も含んでないけど、謎に豚ちゃんとか鳥がね、バタバタとね、亡くなってんのよ。で、代替肉とかさ、大豆フード、あと、コオロギをいっぱい、なんか、ね、食用危機に控えてって。不思議よね。うち何も言ってないけど、不思議なことがいっぱい起こってるから、この北海道大と塩野義製薬には頑張ってほしい。あとね、これは皆様にお役に立つニュースだと思います。風量着、こまめに電源オフは逆効果。冷房の節約、あるあるな勘違い。ダイキン工業に聞いた。いや、ダイキンに聞いたら間違いないよ。いいとこついてくるわね。心に響くわよ。ダイキンっていうね、フレーズだけで。勘違い1、風量は弱にした方がいい。風量を弱にすると、エアコンの動作音やファンの音も静かになるため、節電だと勘違いしすぎですが、設定温度に達するまでに時間がかかり、かえって消費電量はかさんでしまうそう。風量は自動設定がおすすめとのことです。まあ確かに弱だと、室内冷えるの時間かかるわよね。一気に冷やせってこと、まあ、その方が電気代かかんないのね。勘違いに。室外機をカバーで、あ、これね、友達ん家のママがやってんのよ。そうすれば、なんていうの、冷たい風とかもなんか全部、外に、面白いのよ。カバー被せてるとさ、その、冷たい温度が、そっから出ていかないって。そんなはず、友達のおばちゃんは、一緒に働いてる、スーパーのレジのね、なんか太田さんからそういう風に聞いたんだって。エアコンは室内の熱を外に出し、冷たい空気を送ることで部屋を涼しくしています。室外機に、まあ、囲いをしたり、周辺に植木鉢などを置いたりしている人も少なくないですが、前面が覆われすぎてるとファンがうまく空気を送り出せず、消費電力が、かえって上がっちゃうってことね。ただ直射日光を避けるのは節電効果があるので、よしずを立てたりするのがおすすめ。室外機。それ何直射日光には弱いのね。勘違いさん、こまめに電源切る。冷房をつけてるとき、買い物などで少し家を開けたりすることもありますよね。そういうとき、こまめに電源を切って節電したくなりますが、逆効果になることも、ダイキンの実験では、日中は30分程度ならつけたまま出かけた方が節電になるという結果が出ました。電源オンオフするよりも30分つけっぱなしにした方がいいってこと？これは電源を入れた時は一番温度を下げるために消費電力が大きくなるためです。そのため比較的外が涼しくなる夜間は十数分と目安が短くなります。おばちゃん出るときしょっちゅう。あと、ぷかぷかするときも。まあ、遠いんだもん。でも30分程度だったら、つけたままの方がいいのね。勘違いよ。風向け下にして、人のいる場所を集中して冷やす。エアコンは、通常、上部から空気を吸い込み、その温度で、設定温度まで下げているかどうかを判断します。下向きにしてると、部屋の中で温度ムラができ、エアコンがまだ設定温度に達していないと勘違いし、冷やし続けてしまう可能性があるそうです。風向きは平行にして、反対側にサーキュレーターを置いて空気を攪拌すると効率よく部屋全体を冷やせます。まじずっと何下に向けてた。で、止めると暖かくなるじゃん。で、上の部分はまだ暖かいってことだよね。まあその通りよね。なるへそです。それで簡単な節電1。エアコンの風量は自動に。室内の村暑いところとか、そういうのも、結局、全部自動でもう調節して、そのまま、その機能に任せてる方が、まあ、節電やでっていうこと、わかりました。そうする今日から。あと、簡単節電に、フィルターの清掃。まあ、これはそうよね。ダイキンが言うには、まあ、フ
フィルター2週間に1回掃除しろやって言ってる、それが目安だって。汚れがねひどい時は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う必要があるんだって。で軽い汚れなら掃除機で OK やでって言ってた。慣れれば10分程度で可能なので、まあ、かなり電気量も抑えられるんでこれどうでしょうって言ってる、今回いろいろ見ててダイキンが言ってるんでしょ、これが一番正しいと思うよ。インパクト強いわ。冷暖房のことでさ、よくダイキンがさインタビュー答えたりするじゃん。ダイキンって聞くと、あ、まあその通りにしとけば間違いないわと思うもん。いや、これがブランド力よね。おばちゃんそう思う。これがブランド力だと思うわ。だって物置って言ってたら稲葉でしょ。やっぱブランド、まあ真面目にやってるところは強いわよ。ビッグモ、あ、いや、なんでもないです。なんでもないです、逆に高くつくわよ。あ、そういえばビッグモ、CM に出た側の事務所がタレントさんのイメージ悪くなってるじゃん。だからその企業の方を逆に訴えるんじゃないか、端子出てんのよ。確かにね、タレントさんのイメージめっちゃ悪くなるじゃん。いや、まあそういう時代に確かになるわね、もうちょっとね、カオちゃん頑張ってよっていう、まあそういうニュースなんですけども、洗濯しても汗の匂いが取れない、なぜなのか、どうしたら消えるのか、顔に聞いた。洗濯物を溜め込まない、あと洗濯物は詰め込みすぎない、洗濯機の中あまり回んないでしょ、あと洗剤や漂白剤を上手に選ぶ、あとすすぎには水道水を使う、お風呂の残り湯をすすぎに使うと綺麗にならないってことらしいんだけど、どうした顔。どうした顔、誰でも知ってること、ダイキンとちゃうじゃん。何これ、期待したおばちゃんがちょっとがっかりだった。あの汗の匂いさ、やっぱり残っちゃう時って二度洗いでしょ。それでも取れない時、もうどうしても匂いってさ、まあ、汗以外でもこれは無理だわって時あるじゃん。そしたらね、コインランドリーのさ、まあ、設置してるところで洗濯代行のところあるじゃん。もう確実よ。で、おばちゃんのさ、知り合いも使ってる人いんねん。知り合いって言ってももうお客さんちょっと仲くなったら、私もブラザーって言っても社長も来られちゃうから、お客さんを友達とか行っちゃダメだよって。怒られちゃうから。洗濯代行のところ、ね、たまに掴んだってどうしても汚れとかと匂いが取れない。で、これって、よくもう帰ってくるとき綺麗になるじゃないですか。どんな風にやってんですかって。まあ、イオン水使ったりとか、あと、まあ、水圧でそこのとことかも、いっぱい汚れのところは、繊維が傷つかないように、まあ、汚れだけを弾いたりとか、いろんな方法ありますけども、まあ、落ちないときは何度も洗うしかないんじゃないですかねって。回答いただいたんだって。で、いろんな洗剤とか試してもダメだったら、もう何度も洗うっていう。そやね。正直なね、お店ね。ここね、北京料理で有名で、ランチタイム、よく人並んだのよ。あ、ちょっと行けないなと思って。でね、たまたま税金納めに行った時、帰り、ここ寄ったのよ。したら空いてたから、あ、食べれると思って。でね、1年前の、まあ、映像なんですけど、今金額的に100円プラスぐらいだと思います。食べログで、ちょっとね、調べてみたら。で、この時ね、岩のりとアサリのつゆそばと、あと桜エビとシラスのチャーハン。ばちゃん、このね、桜エビとシラスのチャーハン、グッときちゃったのよ。絶対うまいじゃん。で、入店してね、ラーメンも食べたいなと思って、出てきたのはね、塩と鶏の味わいが、特に鶏の味わいが強いのね。あっさりとしたベースに、岩のりと、で、アサリ、めっちゃ入ったのよ。で、キノコ、風味を整えてるって感じ。ここね、すごくあっさりして食べやすいのよ。でもめちゃくちゃ当たってる。舌死ぬかってぐらい当たってる。だから油結構使ってると思うよ。でもそう感じさせない、まあ調和のとれた、まあ具材とか、あとスープのね、調整とか、それでそう感じるのかな。でもめっちゃ当たってる。いや、これうまいよ、亀戸の中華で普通に入んじゃないのかな。特にね、男性っていうよりも、まあ来てるお客さん女性から多かったのね。やっぱ
女性がこの、まあ、好きな味なんじゃないのかなと。すごくね、澄んだ味するの、うん、すごく美味しい、うん、で桜エビとシラスのチャーハン、エビシラスってた、うん、これはうまいよおばちゃんがなんか言わなくてもみんなもわかるでしょ、これはうまいよそれでですてね、板橋でおばちゃん2週間ぐらい一生懸命教えてたじゃん。そのおばちゃんがなんかもう辞めるって言い出したのよ。なんかおばちゃんの教え方悪かったのかなと思ったら、結婚決まったんだって。だから、その向こうの家に行こうかなって。おばちゃん思うんだけど、行けるかどうか分かんなかったじゃん。だからとりあえず、働いて、で、結婚決まったらもう辞めるっていう風に考えてしたでしょ。後からちょっと教えに行った人からおばちゃんの教え方が悪かったのかなっていう風にちょっとね会社の方に伝わってまして、でおばちゃんね、あの上司が言われてたのよ、もうダメだと思ったら早めに行った方がいいんじゃないかって、いくら教えても忘れちゃうんでしょって。あの実はね、あの面接で社長したんですよ。で75歳っていうのをおばちゃん聞きまして、75歳っていう、まあ、年齢を考えると、安全を気をつけたりとか、あと、覚えるのはちょっと遅かったりとかするんですけども、どうしますかって聞いたら、いや、全然来なかった時に一人来ていただいたから、じゃあその人、なんとか教育してあげてよって言われて、あ、わかりましたって言って、おばちゃんは、その現場に行ってたのよ。で、ちょっと、飲み込みも遅いし、あの、そこセキュリティ厳しいのね。そこの設定と解除がちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに社長が話したのよ。まあ、75歳だし、でも求人全然来なかったから、とりあえず頑張ってよって言われて、あ、わかりましたっていうふうにね、言って、その光景もみんな見てるのね。おばちゃんが悪いのこれ。ねえ、これはおばちゃんが悪いことになるのかしら。嘘でしょ。いや、でも多分大丈夫だと。みんなも聞いてたもん。おばちゃんもちゃんと確認取ったし、大丈夫ですかって。で、こういうことになったわけじゃない。もうちょっとあの、ボーナスアップしとけばよかったんじゃないのかしら。おばちゃん頑張ったよ。で、そのおばちゃんもさ、おばちゃんからあまりちょっと教えてもらってなかったって言い出したのね。あの、それ通用しないよ。だって、作業何やったらいいかって、入り口のドアにちゃんとおばちゃんの上司が貼ってってくれたんだもん。で、最初これ見るようにって言ったりし、会社の方からも説明したんだよ。おばちゃんから教えてもらってない。まあ、それはいいだろうよ。でもやることをさ、書いてあって、じゃあそれ見てなかったってことになるでしょ。ねえ、教えてもらってないは通用しないのよ。残念ながらね。で、おばちゃん、もう一番気にかかるのは、やっぱりあの、会社に損害当たっちゃったわけじゃない。ちょっと申し訳なかったかなと。おばちゃん、もうそろそろ、もう、あ、てかもう、だいぶ前に、もう、ダメだったんじゃない？でも、やめた方がいいんじゃないですかって。
もうちょっと早い段階で無理かもしれませんよって、うちの方に変えてみたらどうですかって言うべきだったのかなと思って、ちょっと会社にね、損害当たっちゃったのは申し訳ないかなと思うんだけど。あとね、そのおばちゃんに言いたいね。一番最初来た時さ、汗だくだったのね。で、75歳でしょ。でも、その日めちゃくちゃ暑くて、で、飲み物もなかったのよ。持ってきてなくて。で、倒れられても大変だからさ、おばちゃんジュースごちそうしてあげたのよ。いや、ほんと申し訳ないですって、もう俺言っていただいて。でね、次の日来た時に、開口一番、あ、ジュース忘れちゃったっていうのよ。いや、アピールしだしたか、こいつと思ってさ。いや、でも、暑くて倒れちゃうよ、ほんと。75歳と言ったら。だからジュース、まあ、時にアイスも買ってあげたよ。で、次の日、あ、またジュース忘れちゃったとか、飲み物忘れちゃったとか、同じ言うのね。じゃあ、買えやって言って言うようなもんじゃん。おばちゃんに。いや、でも、せっかくもう休日やってきてくれたし、暑いし倒れない。まあ、だから、お金もあまり持ってない方なのかなと思って。まあ、ジュースぐらいならいいよと思ったんだけども、ね、教え終わってしばらくして次の人、なんか教える人が行った時に、おばちゃんからあまり教えてもらってないっていう。こんな裏切りってあるのかしら。ジュース詐欺を行ってたおばちゃんが、このおばちゃんに何も、ってか大して教えてもらってないって言うと。こんな裏切りってないよ。いや、逆に笑えてきた。だから社長言ったじゃない。今いろんな人来るんだけども、ちょっと変わった人が多いですよって。で、覚えも悪いですし。っていうことは説明したのよ。だからおばちゃんがね、まあ、会社では責められることはないと思うんですけども、もう結婚はっきりもう決まって移る日になったら、もうその日に辞めるっていうから、いや、それ何日か前に言わないとダメですよって、今、応援行った人がね、はっきり言ったんだって。え？何言ってんのって言って。だから意味が通じてないらしいのよ。うん、で、最終的にさ、いつ辞められるかわかんないじゃん。だから今日、ちょっとおばちゃん行ってって頼まれて行ったのよ。まあ、ね、ジュース詐欺の罪人に、まあ、今、最後の一回ぐらい顔出しに行ってもいいかなと思って、罪人にね、顔出しに行ったのよ。したらね、いや、辞めたい時に辞めれないっておかしくないですかっていうふうな言い方だったのね。もう、今までよろしくお願いしますとも違うのよ。いや、一応法律で決まってますし、もう、その日に辞めるって言って辞めれるなんて、そんな無責任な話ないですよって言ったら、私弁護士いるのよって言うのよ。え？私弁護士って何？え、私弁護士って。え？え、弁護士なんですかって言うの？じゃなくて、私についてる弁護士いるのよって。え？え、顧問弁護士のこと。絶対嘘じゃん。何その私弁護士って。私は弁護士ですよって言ってんのかと思ったのよ。意味が出てわかんなくて。で、途中で、あー、顧問弁護士のことって。じゃあその方に相談してみたらいいんじゃないですかっていうふうな話した、うん。何その私弁護士って。びっくりしちゃったよ。現役で弁護士やってんのって、うん。なんかそういうふうにおばちゃん思ったんだけど。うん久しぶりにオウムの時のさ、秋山弁護士を思い出しちゃった。あ、痛い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 。あ、痛い痛い痛い。わかりました。YouTube で多分検索すると出てくると思いますよ。オウム、あと、秋山弁護士。痛い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 。あれ一種のエンターテイメントだったわよね。毎回あれに見に悪い日を訪れてたもん、もちろん。いや、でもね、ちょっと、疲れたかな。でも明日も仕事よ。休みどこ？おばちゃんの休みはどこにあるの？おばちゃん頑張っておりますよ。Thank you.
私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。